な。おっし、お前わらじ似合ってんな。どうだこれ、俺も似合ってるか。いえ、お前似合ってんの。うん、おお、焼け焼け焼け、朝教えてろ、来い、うん、これで、うん、振りかぶって、お仕置き手に伸びる。違うな、なんか違う。よっ、うん、お、いいね、いいね、いいね。これが野球。ベースボール。おい、あいつらいくつぐらいかな。意外とためぐらいだったりして。ねえ中村さん、中村久三郎さん、年いくつ。おい、おめえだろ。あ、うん、こいつ本当は力士っつんだ。力士さん、侍になって中村久三郎って名前にすんだ。手柄あげて立身出世だ。立身出世。おうじゃ、藤吉郎様みてえにな。わしらと同じ村の出なんじゃ。おうよ、藤吉郎。で、いくつ。いくつ、わかんねえ。ああ、おっ、のぶしにでもやられたか。何人かやられてるな。ナンバーダブ、ナンバーダブ。本当に大丈夫か。ああ、あいつら連れてけばきっと飯抱えてくれら。でもどこさ売り込むだ。川津っちゅうやつが本あたりで兵隊集めて武田側につくっちゅう話じゃ。行くならそこだな。いや、目指すは金火山だ。金火山って、まさかおめえ。おらよ。これはな。僕たちも誰にも気づかれずここで死ぬんだ。ほら食え、魚だ。ほら、まだまだ歩くんだ。食わねえと体が持たねえぞ。ちょっくら食べてみてくら。うん、わしもじゃ。ほら、本当は戦が嫌いだ。殺すも死ぬもごめんだ。でも生きるためには何でもする。そのために飯食うだ。ここで死んだら美味しいもの食べられなくなる。ああ
顔目立ちで。傭兵！傭兵！おい、しっかりしろ！走れ！立てるか早く！お前のおかげだ。小林とひろこは？大変、戻らなきゃ。よせ。死にてえのか。誰が殺されたらどうすんのよ。相手が何人だか分かんねえんだ。俺たちだって危ねえ。でも。よへ。おい、俺やっぱ侍には向いてねえ。帰って百姓やんだ。よへ、よへ、よへ、よへ。